はい。えー、それでは始めてまいります。皆さん、こんにちは。えー、拓一ターゲット攻略講座、民法第1回目前半の工業、担当根元の方でお願いし、えー、始めていきます。よろしくお願いいたします。午前30、午後30、枠ずれなし、商業も全部書く、来年、すっきりした形で夏を迎えましょう。よろしくお願いします。えー、まずはちょっと、えー、今度開講ということなんで、少しお話をさせてください。 えと番書の方があると思いますこちら2ページ3ページ見開きの方お願いします、えー、冒頭「講義のはじめにと」と書いてあります、えー、かっこ1「講義の進行」丸1「一問題を解く」「そして説明をする」というスタンスでやっていきますレジュメの方どこでも構いませんなんかね講義教材のほう何でも構いません見開きにしてみてくださいすで、えー、にご存じの方も多いと思いますが こちらのテキストの方は左側に問題。で、右側にはその対応する図表を入れるようにしています。で、右側の方、ところどころに星1、星2、星3と入っていると思います。それは左側の問題番号とリンクしています。左側の問題で間違えたものがあれば、右のページの図表から星印を出してください。それが今あなたにない知識です。左側問題。 リンクする表、星のマークというのは問題番号のことを指すと。こんな感じで作ってあります。で、左側の問題ですが、過去問と当連問題、民法に関しては司法試験の問題も出ています。ところどころ、年度番号、数字が入るものは、それは過去問です。オリジナルというのは当連問題です。司法試験過去問というのは司法試験の過去問です。 でそしてこの左側の問題は一足一足全部他人の手でなく私が全部拾って入れていますえ例えば今年令和2年令和3年の問題を入れましたえその中でも2年3年の問題でこれは繰り返される可能性があるというものだけ入れていますやってほしい過去問そして当連問題でもやってほしい当連問題それだけを左側に入れてます 過去問演習をやりたくない理由っていうのは出るか出ないかも分かんない細かい足にはまりたくない多分そこがあると思うんですでもその判断は自分でやるのはなかなか難しいとそこを全部私がやっていますまた右側にはくどいようですがその関連する知識を入れています演習して思うんですよ間違えた時にインプットテキスト戻っても 一体どこの知識なのかわからないと。逆さだけで精一杯だと。それがないようにしています。また、インとアウト同時、インとアウトは重要だと言っても、インとアウトが別教材だと、どうしても片方に寄っちゃうんですよ。だとしたら、一遍にやった方が、これは効率的にできるだろうと。ということで、 2015年に企画をしたのがこの講座になります。皆さんは講義中、左側の問題、ところどころ、じゃあこの問題を解いてください。どうぞというふうに言います。そしたらそれを解いてください。で、そしてその解きながらね、もしもう右を見て間違っちゃったなと思ったら、もうぜひ今の時点で右側のね、星印探してほしいんです。で、私が、あ、これやめてって言って、右を説明していきます。で、 皆さんが星多分色づけたところあってねそこを説明し始めたらそこは強く意識して講義を聞いてほしいんですでまたあの場合によっては、まあ、これ元から解けないだろうとというものもありますでそれは逆に右側の表を説明してから皆さんに左側の問題を確認してほしいという形で進めていきます民法はおそらく特法が中心になると思いますがマイナー科目や会社法 などについては、ちょっと説明の方の分が多いかもしれません。板書の方また戻ってください。これがカッコ1、丸一丸二のところになります。で、丸一米印の頃こ1個目、今言ったように色をつけると。で、2個目、通信の方、えぜひ演習止めないでくださいえ。この演習は生講義の方の反応を見ながら、生講義の方が大体6割、7割ぐらい、 7割8割でできたタイミングで止めますなので、えー、通信の方もそれを聞きながらあそこまで終わってるあ自分演習遅れてないぞ逆にあれおかしいなみんなもう終わっちゃってるの自分の解くスピードを早める確認するためにも止めずに聞いてってくださいで括弧に復習進んだページまで解く 私が触れてる触れてない関わらず進んだページまで全部解いてください。二次の講義までにはできれば一回もう一回二回は解いてほしい。で三できれば右の図表の暗記作業。もうね間違えるものが多いものはぜひ暗記作業に入ってください。で米印間違えた問題右のページの知識には色をつけておくそれをお勧めします。 でこの色をつける際ですができるだけ淡い色でつけてください蛍光ペンとかじゃなくて淡い色でつけてくださいというのはこの教材今後相当使います初めから濃い色をつけると次の時にねまた濃い色で塗るはめになっちゃうんですよ今わかんないからじゃ黄色ああまた間違えた緑間違えた,た青とやっていくとだんだん黒に近づきます意味がなくなってくるんですよ で、またね、あまりにも強調する色をつけちゃうと、もうそこに目が、目がパッと行っちゃうんです。目がそこにばっかり、ばっかり行っちゃって、テキスト全体集中できなくなります。なので、できるだけ淡い色。で、淡い色でつけていくとか、もしくはね、あの、消せるもの。フィリクションとか。そういったもので、後々ね、修正ができるもの。でやってください。また、ちょっとこれは、左の問題にもそう、同じなんですけど、これ、たまに私、左の問題、問題文に色をつけることがあります。問題文に色をつけることがあるんですが、 ぜひ、それは色をつけないでほしいんです。というのが、左側の問題に、ここはポイントやって色をつけるの。皆さんも色をつけたのね。次、演習するときに、もうその色ばっか見ちゃうんですよ。色ばっか見てしまって、もう演習にならなくなっちゃうんですなんで、あまりこの左側の問題には、色をつけないでください。はい。で、カッコ以降については、また後半、えー、終わりあたりね、説明いたしますので、お待ちください。 では実際の講義、これから始めていきたいと思いますでは、今回の教材ですが一文冊目、一文冊目の方を出してください、えー、そちらの方一文分冊目の方ですが88ページ、お願いします、えー、ちょっとこの辺りは手の内をばらさせてくださいどうしても始めて大児とか,から始まってってこうずっと順々にやってきますよ。 でどうしても初めの方って手を抜く手の抜きなったらゆっくりゆっくりやりがちなんですでそうすると最後の方でバタバタバタとど,どうし,てもらってしましねういや遺留分バタバタのよりも大事バタバタとやってほしかったと毎回そういうふうに言われてしまいますまた実は最近の傾向相続ってすごい生徒率高いんですよ一方親族相続って生徒率結構悪いんですでこの 相続、ね、の,のところ時効からスタートしますがその前に関してはおそらく最終回で触れてきますえ触れないというわけではありませんのでそれはご注意くださいまずは、ね、こちらの方え本当は物件からと思ったんですけど時効の方は毎年出ますし生徒率が低いのでここからスタートしていってできるだけ後ろの方親族相続も時間を取りたいそういう意だと思ってくださいじゃあまず作りから確認させてください88ページ第1節相設とあります条文の並び通りですが 冒頭は消滅事項、取得事項の共通項が載っています。消滅事項、取得事項の共通項が載っています。で、104ページ。その後、条文の作りは取得事項だけの条文。110ページ。その後、消滅事項だけの条文。そういう作りになっています。共通項があって、取得事項、プロパー、消滅事項、プロパーの条文になっていると。 じゃあまず、えー、共通項から行きましょう。88、89。88ページ上から2段目。時効の遠洋賢者8足あります。やってみてください。用意スタート では、そこまでにしましょう。だいたいこれで7割ぐらいの方が回答できたというスピードになります。右側のページを見てください。事項の援用権者え、消滅事項の場合と。債務者が援用できるのは当たり前です。債務者以外、どこまで援用できるか、債務者以外、どこまで援用権を持つかと。というのは議論になります。 下に1から9があって、イメージがあって結論が載っています。1から3をまずグルーピングしてください。1から3一括りにしちゃってください。まあ、どれでもいいんですが、丸二番の絵を使っていきましょう。A から B に債権があって、A が C を不動産に抵当させている。AB 債権は自己完成しました。すると、 B が栄養権を持つ。B が栄養権を持つのは間違いありません。債務者が栄養権を持つのは間違いないんですが、じゃあ C に栄養権があるかと。というと、あります。B と C が栄養権を持ちます。というのが、もしこれ栄養しないと、A が抵当権を実行して、C は自分の不動産を失います。 自分の権利を失います。自分の権利を失います。沿用しないと自分の所有権を失う。沿用すれば、AB 債権消えて、債権なければ抵当なし。抵当消える。債権消えて、抵当消えて、自分の所有権を守れる。 放置すれば自分の所有権を失う。援用すれば自分の権利が守れる。自分の権利が守れる。判例はこういう人に沿用権を与える傾向があります。権利がなくなる。沿用すれば守れるです。 遠用しなければ権利がなくなる遠用すれば権利が守れるそういう人に認める傾向がありますじゃあ次はね4と5ちょっとこれもグルーピングしてください4と5グルーピングしてください多分4の方が見やすいと思うので読んでいきましょう。 4ですが、もしよければ右の方に、軽く登記簿入れましょうか。こ,この辺りね、登記簿。状況は、1番で B、2番で仮登記 A、3番で C という状況です。1番で B、2番で仮登記 A、3番で C という状況です。 でこの仮登記は号仮登記あ、2号仮登記です。2号仮登記。売買予約をすることによって、移転請求権が発生していると。絵を見てやって、そうなってませんか移転請求権が発生していると。はい、でこの移転請求権も債権なので、時効にかかるんです。なんで、B の横にでも、円用権とでものを書きましょうか。B の横にでも AB 再現が自己完成し B が遠洋権を持ちましたじゃあ C は遠洋できるのかとこれねこのまま放置したら A が本当期する A が本当期したら C は職権抹消だこのまま放置したら A が本当期する本当期したら C は職権抹消だ 援用したら援用すれば、債権消える。本登記できなくなる。C は所有権が守れる。このままだと所有権を失う。援用すれば仮登記なくなる。所有権守れる。なんです。先ほども同じなんですよ。このままだと権利がなくなる。援用すれば権利が守れる。 なのでこれ判例は遠用権を認めるんですえちなみに今見たのが五、えっとね、番の絵なんだけどあと4番の絵なんだけど5番,は5番は真の立場が低等になるだけ真の立場は低等権になるだけあの仮登記後に買った人であれ仮登記後に低等権をつけた人であれ これは、火本陶器で消される人には変わりません。仮陶器庫の権利なので消されることには変わりません。よし。じゃあ次。 これは6番独立しましょう。6番だけ独立ね。A から B お金を貸している。で、B から C 贈与などの差害行為がある。贈与などの差害行為がある。A、B が自己完成しました。B が沿用権を持ってます。これ放置すると、A が C に差害行為取消し訴訟を起こします。A が C に差害行為取消し訴訟を起こします。 C は自分の権利を失います。もしこのままで言うと A が C に差害行為取り消し訴訟を起こし C は持っている所有権を失います。一方もし C が AB 債権を援用できたら A はもう債権者じゃない。もう詐害行為取り消しはできない。もう詐害行為取り消しはできない。C は自分の権利が守れます。C は自分の権利が守れます。 えっと、このまま放置すれば、差害行為取り消し訴訟で C は権利を失う。遠用できれば、差害行為取り消し訴訟が来ないから C は所有権を守れる。遠用によって自分の権利が守れるんです。っていうことで、この1から6は、全部、放置したら自分の権利がなくなっちゃう。 遠洋すると自分の権利が守れるという方なんですね。はい。じゃあ次、7番です。7番。で、これ7番、絵があるんですけど、ちょっと前提の絵から見させてください。番章の3ページ、一番上。番章の3ページ、一番上。 自分のやつを見ていただければ結構です。場所がなかったら場合だけ見てください。えー、元々の状況は B が A に、B が A に2000万お金を貸して A が持っている不動産に譲渡担保権を指したんです。譲渡担保権何かっていうと、これは払わなかったら所有権をぶんどる。払わなかったら所有権をぶんどる。これが譲渡担保権です。正解に言えば、弁済期に払わないと所有権を取る。 弁済金払わないと所有権を取る。これが上担保です。まあ、設定段階から所有権が行くのか、それとも設定段階では行かずに弁済期で行くのか、そこが多少争いがありますが、弁済期で払わなければ所有権を完全に分取られる。これは共通します。で、今回、この A が弁済期に払わなかったんですね。 なんで B が所有権を分取ることになるんですがただ、これで所有権を取れたら3000万の不動産を2000万貸して取れるぼったくりになりますレジュメの絵を見てください A から B に生産金支払い請求権1000万と数字入れましょうか。 一千万というものが発生します。ちょっとまだ書けるかな？えっとに B の子に所有権って書いておいて、B の子に所有権って書いておいて、B 債権来たから B が所有権を持ってるのね。 なのでこの B はね、実はこの生産金を払わないまま下の C に売ったんですよ。所有権を持ってるからね。じゃあ続けるよ。今回、実はこの AB 債権が時効になったんです。AB 債権が時効になったんです。で、B が円用権を持つんですが、じゃあ C も円用権を持つのかと。 B が沿用権を持ちますが、C も沿用権を持つのかと。っていうと、これ、今までと結、理由が違うんだけど、持ちます。これね、沿用しなくても、沿用しなくても、C は所有権を失いません。沿用しなくても、C は所有権を失いません。今までと違うからね。今までのは権利を失ったからね。ですが、実はこういうオチになるんです。画面を見てやってください。 これ対象の物ね。対象の物ね。生産期が生まれるのね。すると、ここに何かの権利が生まれちゃうんです。漢字3文字。そう。留置権が生まれちゃうんです、これ。留置権が生まれちゃうんです。留置権ってどういう権利あ早かった、ごめんね。 留置権ってどういう権利公語で言うと払わんと渡さんぞだね。払わんと渡さんぞだね。物件再権どっち物件だね。ってこれ誰に言えるの誰にでも言えるよね。気づきますこれ C は所有権を持てても自分の手元に持ってこれないんです所有権は持てても自分の手元に持ってこれないんですよ。 今までと違って所有権を失うことにはなりませんですがいつまでたっても使えないいつまでたっても使えないちなみにもうかりますね援用したら援用したな この債権消える債権なければ担保なし債権なければ担保なし留置も消える取り返せますね繰り返しますと生産金が生まれる留置権が生まれちゃうこれによって C は所有権は失いませんがいつまでたっても使えないいつまでたっても使えないという状態になります はいそこで判例、この C、遠洋権を認めてるんです。あのね、基本軸は、知らない人間で言えばね、基本軸は、権利を失うかどうかで見れば大体当たる。権利を失うかどうかで見れば大体当たる。でこの7番は違うから、これは暗記。7番は違うから、これは丸の見せてくれ。基本、所有権を失うかどうかでいけるから。 じゃあ最後、えっとね、8と9グループにしましょうか8と9同じグループにしときましょう9番でいきましょうか9番 A から B 債権があり G から B 債権がある状況です AB 債権完成しました AB 債権自己完成しましたえそのため、えっと、AB 債権自己完成したので B に沿要件 が発生します。この B は使わない時 C に独自の栄養権が認められるか C に独自の栄養権が認められるかと。というともしこのままだとどうなるかっていうと配当が平等配当競馬かけても平等配当。 栄養するとライバルがいなくなるから配当が増える。このままだと配当が平等配当。いなくなれば配当が増える。これぐらいだと栄養を認めないんです。配当が増えるぐらいでは栄養権はまず認めません。配当が増えるぐらいでは栄養権をまず認めません。 配当が増えるぐらいでは認めないと。これもぜひ知っておいてほしいフレーズになります。ただ、この、えっ、ー、と、丸九は、えっ、ー、と、オチもあります。下の方の中き見てください。債権者代金に基づき、沿用権を代行しできる場合があると。このオチも注意しておいてください。債権者代金でどういう権利債権者であれば、 債務者の権利を使っていい。債権者であれば債務者の権利を使っていい。CB 間で行きますと、C は債務者 B の沿用権を代わりに使える。C は債務者 B の沿用権を代わりに使えると。 C は債務者 B の営業権を代わりに使えると。よろしいでしょうかね。どっちでもいいじゃないですかんな。なに<何>。な C 独自にあるか営い的が結局使えるんでしょ。同じじゃないですか。どういうこと。だから独自営業権があろうが代行したから結局同じじゃないですかといやいやいや違う違う違う。 あのこれ、大行使できる場合があるって言ってますよね。これ、大の要件クリアする必要があります。例えば、無視力です。無視力がなければできませんよね。無視力なければできませんよね。大行使ということは、大の要件をクリアしなきゃいけないんです。無視力の要件もかかってくるんですよ。 5番の問題、それを意図しているフレーズあるのも分かるかな、5番の問題、それを意図した言葉があるの分かるでしょうか債務者が無視力の場合にはってありますよね、それが代意の要件を意図しているんですね。 よろししいでしょうか独自なのか大行使するかはだいぶ違い、要件が、ね、だいぶ違ってきますからね。はいじゃあ、これぐらいにしましょうか。じゃあね、今度はページは90と91。 じゃあ90ページね1問いきましょうかえっ、ー、とね真ん中あたりの時効の利益の放棄3足時効の利益の放棄3足お願いします用意スタート よし、じゃあそれからにしましょう。右のページの真ん中の表、時効の利益の放棄。146条、時効の利益はあらかじめ放棄することはできない。え趣旨がありますえ。時効による権利の特徴は、一つの公益的な制度であり、さらに証明事項の場合は、債券の共通にあらかじめ放棄をさせられる、乱用を防止する。趣旨は債務者の保護だってことですよね。債務者の保護、90ページ、91ページ。 時効完成前の放棄はできない。時効完成後の放棄はできる。条文の文言。もう一回見て。あらかじめっていう字。あらかじめっていう字ね。これが、え時効完成前はできるけど、後はできない。あ、前はできないけど、後はできるというところね。あらかじめね。あのー、ちょっと形式的な理由から言いますと、時効の利益の放棄っていうのは、沿用権を捨てることなんです。沿用権を捨てること。だから、 時効完成しないと、円要権ってないんだよ。時効完成しないと、円要権ってないんだ。なんで形式的に言うと、これね、時効の利益の放棄は。完成していて、時効について、悪意じゃないとできません。完成していて、時効について、悪意じゃないとできません。 あの放棄っていうのはあ早いかな放棄っていうのはえいっ捨てることですよねえいっ捨てることですよね持っていること知らなければ捨てようがないよね持っていることを知らなければ捨てようがないよね ととということでちょっと行ったり来たりになって申し訳ないんですが今のところでちょっと一回飛ばさせてくださいで101ページ一旦飛んでもらっていい101ページ表上下の下 時効完成前の債務の承認と時効完成後の債務の承認。右側。時効完成後の債務の承認。時効完成後。時効完成後。丸一。時効の利益を知っていた場合、目次の利効の利益の放棄になります。完成後で分かっている。その時は放棄になるわけです。一方、丸二。知らなかった場合、これは、審議則による栄用権喪失となる。 時効の利益の放棄とは言えないわけです。知らなければ放棄はできないからね。過去の本試験問題では、時効の利益の放棄である罰っていう質問あります。これ、放棄じゃないっていうところを意識してくださいね。知らなきゃ放棄じゃないよ。 で91戻りましてで前はできない後はできる今言ったように形式な理由は栄養権時効の栄養権は完成しないと生まれないから前はできない後はできるということでしたでも実質論はやはり債務者の保護なんです前から放棄ができるとなったらお金を貸すときに一筆書かせる お金を貸すときに、私は時効に頼らないと書け。うん、書かないか。じゃあ貸さねえよ。債務者の保護なんですね。じゃあその観点で左の3番もう一回見て。右のページの最後、下のその他の3行、長いと早くごめんなさい。その他の3行を読んでください。 民法って知らない問題って絶対出ます民法に限りませんがでその時に頼りになるのは制度趣旨です。誰のためのルールだったか何のためのルールか誰を保護するためのルールだったかともう最後の最後はそこに戻るしかないんですよぜひこの民法をずっとやっときにねもう普段やっぱり丸松ばっかり意識すると思いますが時たまでいいですこれ誰のためのルールとかと。 何のためのルールかっていうのを時たま思い出してってください。で、最後、わかんないものときに切るのはその発想です。債務者のためのルールだったような。じゃあ、債務者にこうするのはまずいだろうなと。最後はぜひ趣旨に戻ると。 じゃあ、また1問行きましょう。92、93。えー、93ちょっと、えー、92変則的なんですが、えっとね、問題番号の5、6、7。5、6、7。やってみてください。5、6はその3ってところから始まりますからね。7番は全く独立の問題ね。用意スタート。 そこまでえ右のページを見てください147条というのを横に見ていきます特に丸一番裁判上の請求時効の完成猶予丸その10が終了するまでの間は時効は完成しない時効の完成丸その10が終了した時から新たに進行を始めると2つの効力があります猶予と更新 今年の問題ではここを細かく聞いてきました。判決の三ページ上から二つ目を見てください。ええ訴訟何年ぶりですか？ああ何もう十三年前からやってんの？え今十三年はずっと訴訟中、それ時効完成してません？これおかしいよね。うん、訴訟やって十三年経ったら時効完成するってなんか変なことなんですよ。 よしじゃあ図を使っていきましょうえっとねこの図なんですけどぶっとい線が普通の時系列でこの点線がね本来の時効期間の例えば債券の10年と思って本来の時効期間債券の10年と思ってそこまでかなじゃあ弁債期がありました時効カウントをスタートしてきましたで 7年目に訴えを起こしたとしますでこの場合訴えを起こしている場合時効カウントは進みます時効カウントは進みます止まるじゃないかね進みますで進んで10年経ったとします10年経ってても訴訟中は完成しない訴訟中は 完成しない。訴えている限りは完成しない。これが完成猶予。というやつです。訴えている限りは完成しない。これが完成猶予というものです。というのが。訴えている限りは。権利行使が明らかです。 権利行使が明らかなんです時効の趣旨権利の上に眠るものは保護しない権利の上に眠るものは保護しない訴えてます眠るどころかバリバリに起きてます訴えてる限りは権利行使の意思が明らかなので完成を待ってあげますその後です 確定判決により権利の確定勝ったんですよ勝つと更新自由発生カウントがリセットされますカウントがリセットされますでまた進行が始まるカウントがリセットされます でこれ百六十九条って条文があって裁判で勝った場合は絶対十年です裁判の場合は絶対十年です百六十九条って条文なんで裁判で勝った場合は絶対十年になりますえっとあとからですけ多分一回の方に無料体験させてやると思いますので一回の方に行ってください一回の方ですすみませんはいということでここでゼロカウントがゼロになってここから十年経って完成ということになります。 訴えてる限りは完成をしない勝ったら更新されるリセットされますよとこういう仕組みになってます、まあ、ちなみに勝ったらって言いますがじゃあ負けたらあ,あ普通ね負けないんだ負けないっていうこと負けないっていうかね負けそうになると大体取り下げるのね。 ってことで、この下のね、表の下の中の位置を見てください。教材九十三ページ見ております。九十三ページ、中の一。取り下げだと思って読んで。取り下げだと思って読んで。 6か月は待ってあげます、六か月は待ってます、訴訟をやめた瞬間に完成じゃなくて、6か月は待ってあげるということで、5番の問題、確認してください。3月1日に取り下げてますので、6か月後、9月1日までは待ってくれます、9月1日までは待ってくれます。 なのでこれ7月6日時点では完成していません9月1日まで待ってくれてますからねでは戻りましょうか上の表ですが今度上から2段目 148条、これ丸一に注目、強制執行。これは140の後と仕組みが同じで、完成猶予丸、更新も丸となってます。ちょっと図にするのを忘れてましたので、まあ、見て分かれば十分です。A がいて、B に債権があって、B の不動産に。 強制執行をしたと今強制執行中ね今おらおらってやってるのね明らかに AB 債権使ってますよね明らかに AB 債権の権利行使の位置が分かりますよねだから強制執行中は完成しません強制執行中は完成しません 強制執行中は完成しませんで一方ねこの更新のところなんだけど大体書いたこう思ってもらえるこうね今1000万の債券があって強制執行が終わったら 600万だけ回収できたと思って。600万だけ回収終わったって思って。で、これ一番右見て、更新のところ。なんて書いてある自由が終了した時からその進行を始めると。回収が終わったけど、まあ、残りがあるよね。残りについてはリセットされて、改めてカウントスタートってことね。残りについてはカウントリセットされてますよってことね。 あの全部回収されたら更新もないもないからね全部回収できたら更新するもないもないんですよはいじゃあ今度ね次の段にいこう仮差し押さえ仮処分完成猶予丸 更新がちょっとまた先ほど出した番章の上から3段目この画面のここのやつを見てくださいほぼ同じなんですけどね AB 債権があって A が不動産にある不動産にり差しかけましたこれで権利行使の意思が分かるので AB 債権は完成の猶予になります ただこの仮差しかけても更新は起きません。というのがねちょっと付け加えるよ完成猶予は権利行使の意思が見えると完成猶予なんです権利行使の意思です。 権利行使の位置が見えると完成ですじゃあ一方更新はどういう時かっていうとちょっと固い字になって申し訳ない権利の確証権利が確実にある権利が確実にあると分かると更新が起きるんですよ権利は確実にあると分かると 更新になるんですよちょっと確認させてねあの裁判で勝ったら権利があるっていう確認は取れてるうんそれが裁判だよねそれが裁判だよねじゃあ次に民事保全って民事保全って権利あること確認してるんだっけ確証まであったっけ 素名ぐらいしかしないよね。素名ぐらいしかしないよね。ざっくりとしか見てないよね。だから仮差しは更新まで起きないんです。素名ぐらいしかしてない。素名ぐらいしかしていないからなんです。 たかなじゃあなんで強制執行の方は更新が丸なんでしょう何で強制執行は更新が丸でしょうかある紙を持っているからですある紙がなければ強制執行は始まんないからです債務名義債務名義ないと強制執行始まりませんよね債務名義という権利の確証があるってことね か、代名義という権利の確証があるってことなんです。もうこれで七番の問題いけるでしょうか。で、この表百五十と百五十一は後で触れます。待っててください。すいません。百五十、百五十一はね。 一番下、権利の承認があったとき、多分皆さんこれ債務の承認、債務の承認って形で覚えてると思います。で、これはもう覚えてください。右側、いきなり更新がきます。権利の確証、債務者側が権利を認めるので、債務者側が認めるので、権利の確証はもうあります。不利になる人が認めているので、権利の確認は取れています。で、もうね、 更新があるので、待ってあげる必要ない。リセットが起きるので、右でリセットが起きちゃうので、左で待ってあげる必要はない。と思ってください。まあ、本当のこと言うとね、これ権利、債務の承認って債務者ががえるんですよ。だからね、債権者の権利行使とは言えないんです。債権者の権利行使とは言えないんですよ。 債務者が行うのが債務の承認だから債権者の権利行使じゃないんですねよいしょでちょっとまた続けますえっとねこの表の一番上この裁判上の請求って言葉がありますが画面のほう見つかるでしょうかねここ ちょっと95ページで細かく見させてください、95ページえ。裁判上の請求をやるだけで完成猶予、勝ったら更新、完成猶予と更新の力があるもの、これが裁判上の請求です、2つの力ね。 更更新新とと完成と更新ね読んでみますと裁判上の定期とは訴えを提起することである訴えの形式は問わない、えー、給付の訴え確認の訴えケースの訴え本訴反訴ととにかく訴訟にするってことですよね訴訟にするってことですその観点で訴訟にするって観点で3番を軽く読んでください左の3番ね左の問題左の問題3番ね うん、あの訴訟じゃないね訴訟じゃないじゃあ同じ観点で左の5番やってみてこれね危なかったら入れといて差害、ね、行為取消訴訟って原告が債権者で被告は受益者です債務者じゃありません受益者です債務者じゃありませんもう一回ね 社外行為取消しは債権者、債務者、受益者がいるわけね。社外行為取消しは債権者が受益者を訴えるんですよ。債務者に対する権利行使じゃないんですよ。債務者に対する権利行使じゃないんですよ。あすみません、後からいらっしゃる方あの、1階に、あのレジュメがありますので、1階でレジュメを受け取ってください。申し訳ありません。 で次の産業およびちょっとプラスアルファしたいと思いますのでちょっと番章の方を見てやってください番章の3ページ一番下の方をお願いします A から B に100万の債券があるかどうかで今争いになっていますでそこで B の方が 債務不存在確認訴訟を起こしたんです訴訟物はこの100万の債券です A がこれに対し棄却を求めましたこれで裁判上の請求になります棄却を求めただけでなりますすっごい細かくて申し訳ないんだけどこれね A から訴えることがあ、すみません、これ、細かいんだけどね、この棄却を求めるってことね、この棄却を求める、これ、訴訟物100万に対する主張だってわかる訴訟物100万に対しての主張だってことだね。で、まず基本、こう思って、訴訟物については、 裁判上の請求となる訴訟物が裁判所の請求になるとまず思ってくださいでいろんな知識持ってくるからねその下いける裁判所の請求で100万のうち60万払えって訴えができたんですよ一部請求っていうんですけどこれ訴訟物なんだったっけ これ、明示してる場合は、60万だけですよね。この60万については、訴訟物なので、これは、訴えた時点で言うよう、勝ったら更新です。60万の部分については、訴訟物ので、訴訟物なので、訴えた時点で言うよう、勝ったら更新です。 訴えた時点で勝ったら更新ですでこれを覚えてください40については完成猶予は認めますこれが判例なんですよ 教材は94、95、版書は3ページ見ております。あの、権利行使の意思は分かるんです。債権全部を使って、債権を使ってますから、権利行使は分かるんです。でも、ちょっと難しく、ごめんね、これ、規範力がつかないよね、右の方右は規範力はつかないよね、訴訟物じゃないから、確証とは言えないんだよ。確証は無理なんだ。規範力はつかないから、確証っていうのは無理なんだ。 だからせめて権利行使をしたっていう猶予だけ与えます権利行使をしたっていう猶予だけ与えますちょっとねこれ表の方にちょっとあ早いかなレジュメの表の方に戻りましてね えっと図表があると思うんです右側に図表があって一丸二と注意書きまで確認して一丸二と注意書き。 はいいじゃあこれぐらいにしましまょうかねページは96、97の方までいくんですがちょうど1時間ぐらいでしょうかねあの肩を揉む、首を回す、足を回すと軽い休憩をしましょうか講義は1時間25分のところで10分休憩をとなりますが大体1時間ぐらいのところで軽いちょっと休憩を入れましょうどうですかね。 もう久々のこう勉強というか講義ということでこう頭くるくるくる回るでしかも今日は多分退治から来るだろうとなんかこういう能力をやるだろうとなんかいう,ふうに思ったらなんでいきなりこんなことやってるのとなんでいきなり訴訟とか始まってるのともう頭ぐるくるぐるぐる回ってると思いますもうこっちはわざとやってます、それのあたりはなのでまあ一番初めにこうガーってやっていくとなんか一番多分難しいところ正直は時効というのは民法の中で一番難しいと思ってますというのが民法の中のいろんな制度を使うんですよでひたすら訴訟前に使うんです。 なんで、事項のところって、最終的な理解っていうのは、民法全部、それに、かも訴訟までとか、強制執行までできないと、本当は分からないんですよ。なんで、この事項の部分っていうのは、多分今日やって完全な理解ができないとしても、いろんな科目をやって、だんだん理解できてくるというふうに思った方がいいと思います。じゃあ、一番初めにやるなと思うところですけどね。<laughs> よし、じゃあ次いきましょう。96、97。じゃあ、ここは問題いきましょうかね。 96、最国、競技を行う合意。その1、4足、その1、4足やってください。よーい、スタート。 そこまでにしまでししょうかえっと、一旦九93戻ってもらっていいかなでこれからやろうとするのは93ページの下から3段目150条と下から2段目151条ですまず150条「催告」があった時これは裁判を使わず請求すること裁判を使わず請求することこれが催告と思ってください払えと内容証明郵便か何かでやるとかね で、これは、払えというので、完成猶予。権利行使の意思は分かります。払えと言ってるので、権利行使の意思は分かるので、猶予がもらえます。ですが、裁判使ってませんので、権利の確証がありません。権利の確証がないんで、これは、え、更新まではありません。 で、しかもね、完成猶予の力が、完成猶予の力が、えっと、裁判所の請求とか強制執行と違うんですよ。例えば裁判所の請求は、訴えている限りは、訴えている限りは、完成しない。強制執行も、強制執行中は完成しないです。じゃあ、同じことを最告にすると、こうなります。はらー 言ってる間、完成時代のバカ事なるか <laughs> ってことなので、見てください。どうなってますこれはさすがに違う。一回でいいからね。長く伸ばさなくていいからね。一回払えと言うと、六ヶ月は待ってくれる。一回払えと言うと、六ヶ月は待ってくれる。すると思うの。六ヶ月経ちそうになったら、もう一回払えと言いたくなるんです。その話が、 97ページ上から2段目。十七ページ上から二段目。第1行為最国。第2行為最国。第2行為で完成が猶予されるかというと、されないよと。1回だけですよと。6ヶ月伸ばしてくれるのは1ヶ月だけ、1回だけですよと。 よし。では、次行きましょうか。ちょっとまた行ったりしないでごめんね。えっと、今度は93ページの下から2段目、151条を説明します。93ページ下から2段目、151条を説明します。権利について協議を行う旨の合意が書面でされたとき、というところです。具体的な絵を97ページの下の方に入れています。97ページ下の方に、債権者、債務者、わざわざ訴訟するのも点点点というところの絵を見てください。 ちょっとこちらの方やっていきましょうかこちらが者、ね、こっちを債務者にしましょうか。なあお前いいから払ってくれよ。よと借りてないよ何言ってるかもう全部払ってるよ、うん。じゃあそんなこと言わないで払ってくれよと。でも俺も払ってるしでも確かに俺にもいろいろるかと思ったからさ話し合いしよう。ああありがとう話し合いしよう。うん、ありがとうありがとう。うんでも俺は払ったからな。うん分かってるよ。やべえ来週時効だ。悪いんだけどさ時効になるんだよ。うんそうなんだ。どう,どうしたの り債務認めてくんないいやだから俺はもう払ってるって言うでしょだから債務は認めないよあ俺は認めないよ29年改正まではこれどうしたかっていうと訴えるんです今まで話し合いでうまくいったのね話し合いでうまくいったのにこれ訴えたらどうなるかって言ったら関係終わりそこで29年改正で制度を作ったんです 右見てください。紙っぽいやつ。僕たちは、僕たちは、これから、これから話し合うつもりです。下見ないで考えて、猶予か更新か。どう見ても権利の確証はないよ。ってことで、その下、完成猶予です。 では言いましょうかその下の文章です権利について協議を行うのでは合意が書面にされた時は次に掲げるときのいずれか早い時までは時効は完成しない1号その合意があった時から1年経過した時2号その合意によって当事者が協議を行うことをためた時は期間を経過した時これ1号と2号並列関係ね何も決めなければ1年で決めた場合はその年数ってことね何も決めなければ1年で決めた場合はその年数ね 1>, これ1年っていつから1年いつから一年合意があってから1年だよね。つまりこれ合意があった日はすごく重要な日付だよね。合意があった日はすごく重要な日付だよね。上の2行もう一回読ませてください。権利について協議を行う旨の合意が。 書面でされたときはとそっから1年でしょう合意から1年なんですいつから1年を明らかにしたいんですいつから1年を明らかにしたいんで書面が要件です2番の問題確認していつから1年を明確にするため書面が要求されますいつから1年なのか起算点を明確にするため書面が要求される だから、口頭では、口頭ではこれは有与ううにならない。口頭では有与にならない。 じゃあ今度一番下3号を行きます当事者の一方から相手に対し競技の進行の続行を拒絶する通知が署名されたきはその通知の時から6か月を経過拒絶する通知6か月拒絶する通知6か月ともう話し合わないよともう話し合わないよとっていうふうに一方,一方的な通告できますでもこれも6か月待つってこと6か月待つってこと この完成猶予関係は至るとこに六ヶ月が出てきます。完成猶予関係は至るとこに六ヶ月って数字が出てきます。一番上の表を見てください。第一行為第二行為一段目から読ませてください。 1> 第1行為、協議を行う目の合意。第2行為、協議を行う目の合意。第2行為によって、今日、完成が猶予されるかっていうと、これされます。ただ、中の1を読んでください。最大5年です。最大で5年です。で、2段目先ほど触れました。最国と最国ではもう、えー、伸びないよ。3段目見てください。 最国と競技伸びないよ。4段目見てください。競技から最国伸びないよ。結局、第2行為でまた伸びるのは、一番上から2つ一、一番上の。競技と競技しか伸びないってことね。競技と競技しか伸びないと覚えておきましょう。 ちょっとまた行ったり来たりになっちゃうんですけどえっと93ページの方でで148条というのがあったと思いますがこの担保基準2番に担保権の実行ってなりますよね。で、これについてちょっと細かい判例を99ページ細かい判例を99ページの方に入れましたので99ページを見てください。 で、ここはちょっともう説明しないとわからないと思いますので、説明中止にいきます。で、まだ全く出たことがない判例です。まだ全く出たことがない判例です。上の方から絵を見てください。A から B に債権があって、A、C の不動産に抵当を持ってます。で、この後 A が、 この不動産に競馬をかけたんですこれによってどの権利の権利行使になる AB 債権の権利行使になるんですよ AB 債権の権利行使なんですで見てほしいのはね どの時点で AB がこちら、時効の完成猶予、更新が起きるかなんです、右の文章を読んでて、ポイントはここ、債務者に相達されたってことです。 あの、時効の完成猶予でデメリットを受けるのは B です。時効の完成猶予でデメリットを受けるのは債務者です。債務者が知らないのに猶予ではかわいそう。債務者が気づいてないのに猶予ではかわいそう。債務者に知らせてやっと猶予になる。債務者に知らせてやっと猶予になると。 債務者ににらせて言うようになるこの観点で左の一番の問題、正合を確認して申し立てがなされたときにというところ、誤りですね。 債務者に知らせてたからね。いけるかな。うん、じゃあ、次いくよ。ちょっとこれ画面の方見てて、次の絵。申し訳ない。いくよ。A. から B. に債権があって、連帯保証をつけてました。 で、抵等権があるんだけど、こっちちちょっとちゃんとマークして、抵等権の非担保債権が保証債権なんです。抵等権の非担保債権は保証債権なんです。主債務じゃないんです。主債務じゃないんですじゃあ、それで聞くよ、これで抵等権を使って、競売かけたら、どの権利の権利行使なの 保証債権だよね。保証債権の権利行使だよね。右の文章見てやって。 これぐらいにしましょうか。じゃあ、ちょっとこれも次も説明中止にいかせてください。そうした完成猶予のみが生じるもの、149150以外の全体像とあります。ざっくりまず言わせてください。ここで、この完成猶予は、権利行使の意思が明らかとは関係ありません。この完成猶予は、完成させるのが気の毒だ。完成させるのが気の毒だ。 ええね、これ出てるのは一番上の158-1。まずこれをメインに見てください。時効の期間満了前6ヶ月内に、法未成年者または未成年非公権人に、法定代理人がない。ちょっとこれね、知識うるんのるあの、あるところから引っ張るからね。完成猶予更新のメインは裁判上の請求です。完成猶予更新のメインは裁判上の請求です。 訴えることです。で、もし危なかったら言っといて。未成年と非貢献は、訴訟無能力です。未成年と非貢献は、訴訟無能力です。無です。無です。同意もらってもできないわけよ。 ってことはすべからく代理でやってもらえとなるんだけどその代理がいないんです。これはちょっと完成させるのはかわいそうだよねと。やりようがないじゃんと。やりようがないじゃんと。っていうことで横見るとその未成年もしくは未成年非後見人が高入力になったのをもしくは想定りが就職したときから6か月経過するまでは。 完成しないと。また6って数字ね。また六って数字ね。っていうことで、あの完成させるのは気の毒だと。完成させるのは気の毒だという観点で、一番下読みましょうか。161。この2文字で結構です。天才。 あのー、時効完成しそうだ災害に巻き込まれた訴訟に行くのか逃げようそら逃げようこれで時効完成は酷だよ <laughs> ってことで右見てほしいんですがその障害が証明した時から数字を覚えてここだけここだけ唯一3ですここだけ唯一3です今までずっと6だったのがここだけ3なんですていうかもっと昔もっと短かったんです ここだけ唯一3なので覚えておいてくださいあの一応左の3番見てやってくださいもうちょっと待ってやるよ2週間はちょ週間は痛くないかはいありがとうございます じゃあ次は問題いきましょうか100ページ債務の承認です1から4やってみてください債務の承認1から4やってみてくださいどうぞ。 じゃあちょっと切ろうか。4番がちょっときつか番が難しかったと思うんだけどね。えっと、右のページ。債務の承認。承認とは、時効の利益を受くべきものが、権利の不存在、取得事項の場合、または権利の存在、証明事項を、権利者に対して表示することを言う。時効の利益を受けるものが、権利者に対して表示する。もうちょっとこれ、えー、括書きましょうか。版書の4ページ、一番上を見てください。 え、債務の承認ってのはどういう行為かって言ったら、債権者、債務者がいて、債務者が、債権者に、あるよという行動をする。債権があるよっていう行動をする。これが債務の承認です。ほとんどのケースが一部弁債です。ほとんどのケースが一部弁済です。あるよという行動。債権があるよっていう行動。これが債務の承認になります。 で、ちょっと画面の方を見ながらお願いいたします。ポイントはね、これが、これに対してやることなんです。ちょっとこれ右側の図使わせて。債権者、債務者、物情保証人ね。これはダメね。債務者から債権者ね。債務者から債権者ね。 違うでしょこれ。じゃあ今度下ね、いくよ。預金債権。預金債権っていうのは、預金者から銀行への債権、預金者から銀行への債権、これが預金債権です。でね、債務者が銀行内の帳簿に書き込む、銀行内の帳簿に書き込む。 これお客さんの帳簿じゃないかね。お客さんの帳簿であれば、これは債務者の銀行から債権者に対する行動を取っても構わない。これ銀行内の帳簿。あくまでも銀行内部の話なんですね。これも債務の承認、あ、書いてなかった。これも債務の承認にはならないよね、と。 よろしいでしょうか悩んだ場合はね債務者から債権者にやってるかと債務者から債権者に対する行為かと見てください。はい、で左側がね 債務者の承認に該当する行為って書いてあって債務者が債権者に対して1から4支払い猶予の懇願代金一部払い利息の支払い分割弁済のし約束いずれも債権を認める行為になります一番えこの表の下注意書きのところの絵を見てやってください今回の4番の問題ですこれで休憩ありましょう A から B にお金を貸して、右下 C を保証人してました。ただ B と C の関係が、B の横父、C の横子供だったんです。B の横を見てください。B が死んで、C が相続で引き継ぎました。C の下を見てください。このお子さんは、 分かってながら、形上は保証債務の履行をしたんです。全部履行じゃなくて一部履行です。保証債務の一部履行をしました。これは、主債務の時効の更新となります。債務の承認になります。あの、超ヘリクを言うと、超ヘリクを言うと、 保証人から債権者ね。超ヘリクス言うと、保証人から債権者に対する行為なんです。でも、同じ人でしょ、これ。形式上は保証人からの行為かもしんないけど、実質、ってか実質は全く同じなんだもん。これは債務の承認にしてもいいよね、と。 形式上は保証人から債権者に対する行為ですでも実質は債務者が債権者にやっている行為なんですよね。ということは更新にして構わないよねと。 はい。といったところで、ちょっととりあえずテキストの方は100、えっ、ー、と今101まで来ましたが、103のところまではね、多分ご自身でできると思いますので、ちょっと飛ばしまして、後半10分休憩した後、104ページ、取得事項プロパーの部分から説明していきます。では一旦休憩あります。10分の休憩に入ってください。はい。えー、それでは後半の前の方に参ります。後半は104ページ、取得事項プロパーの話に行きましょう。じゃあ104ページ、いきなり4足行きましょうか。取得事項の可否、4足。よーい、スタート。 それししましょうかね右のページの表を見てください。自取得の可否と書いてます。所有権以外も自ま取得は可能です。例えばて液物件丸、賃借権丸と書いてます。一回聞き直してください。どういう例かっていうとね。地上権設定契約をする住み始める20年後契約が無効と発覚する。 地上権設定契約をする、住み始める20年後、無効だと発覚する。この場合、出てけと言われたら、地上権を自公取得するから出ていかないぞ。地上権を自公取得するから出ていかないぞ。と言えるわけです。こんなのが、溶液物件や賃借券の自公取得なんです。契約したけど無効だったと。 契約したけど無効だったとそんな例で考えてください契約したけど無効だったとでちょっと,えっと下の方の注意見てください賃借権の取得事項の要件として次のものが変えられる 一、継続的な、えー、溶液という外形的な表示。二、賃料にしなね、えー、賃借の位置が外形的に表示されていること。米印、ここだけ意識して。賃料を払っているかどうかが重要なメルクマールになる。賃料を払っているかどうか。ちょっと細かいんだけど、地上権は地代必須じゃないんですよ。賃借権って地代必須です。なかったらそれ使用対策だもん。賃対借の効行得があったら、 賃料を払ってるのを見抜いて賃料を払ってるかどうか見抜いて3番の問題いま度見て賃料を払ってるかどうか3番賃料を払ってますよね なんで賃借権の自己取得ね、ねこれ、事例で出た場合は、賃料を払っているかどうかを見るとね、事例できた場合ね、事例できた場合ね。はい、じゃあ、表の方を潰していきますと、上から3段目。 七件丸、定等権罰と。まあ、聞き直せばわかります。いきますよ。七軒設定契約をする、住み始める、二十年後無効と発覚する、出てけと言われた事項を主張する。もう一個。定等権設定契約をする、定等権者が占有する、定等権者が占有する。うんこれおかしいよね。定等権のところ、罰の横見て。 占有を伴わない。自己取得の要件、占有は必須です。自己取得、所有権だろうが、所有権以外だろうが、占有は必須です。 次留置権、先取り特権罰、罰理由、一定の法律関係を満たすことによって取得される権利であるからと,、まあ、ちょっとこれはもうこのままなんですよね。法定担保物件という形で要件クリアした時だけ認める権なんです法定担保物件要件要をクリアしたときだけ認める権なんです。 じゃあ最後占有権罰人質上支配している状態があれば即座に成立する権利即座に成立するっていうのは持った瞬間発生します占有権って持った瞬間発生します何年も持つ必要ありません持った瞬間発生です実行しとくって考えなくていいんですよ どれぐらいししまょょうかじゃあちょっと今度は説明を中心に106、107。106、取得事項の要件、例ってみますと所有の意思を持って占有すること、平穏公瀬に占有がされること。 善意無関質は10年、悪意善意有関質は20年、占有を継続すること。4、他人の物であること。ここ注意するのは1番、所有の意思を持って占有すること。所有の意思を持って占有すること。このフレーズです。中の1、所有の意思の判断の有無。所有の意思、所有者同様の配置的支配的、に支配を人質上行おうとする意思の有無は、占有所権限、原因、 権限によって、客観的に定めるようになって、占有者の、内心の意思を探求するものではない。ここです。内心の意思を探求するものではない。もう少し真ん中。客観的に決まる。形式的と言っていい。形式的と言っていい。次の2行見て。こう思っていいよ。賃貸は絶対。 対種。賃貸は絶対多種。売買は絶対自主。売買は絶対自主。帰宅は絶対多種。本当の気持ちは関係ない。本当の気持ちは関係ない。何を原因で取得したか。何を原因で占有を取得したか。で決まります。 あるでしょうかね。ですから皆さんが101号室を借りました。で、101号室を借りたんですけどね。俺は所有者のつもりでやってやるぜと。っていうふうにね。俺は絶対所有者やってやるぜおや、見てろよ !20 年後と。と言って住み始める20年経つ自己取得はもちろんできない真実の気持ちは関係ないってことね。6番の問題読んでみて。真実の気持ちは関係ない。 もう引っ掛けだからねこれ。2行目に当初から高土地を時効により取得する意思と言っているのはもう引っ掛けですミスリードさせるようにしていますはい。では今度、ね、表に戻りまして右側見てください推定の有無 この推定が丸っていうのはこれ、訴訟において証明責任を押し付ける角度変えていようか自分が証明しなくていい相手が証明するはめにできると自分が証明しなくていい相手が証明できないと相手が負けるんだともう一回ね推定っていうのは訴訟においては証明責任を押し付けることを言います。 なんで、自分は証明しなくていい。相手が証明するはめになる。もっと言いますよ。証明責任って負うと、大抵負けます。証明できなきゃ負けです。で、証明できればいいじゃんって言うでしょ。証明できなないの証明できなきゃ負け。これ、非常にリスク、負けの可能性高いのね。押し付けることができるってのはすごい強いんです。 基本的には大体要件丸なんですよ。1個これ丸暗記無過失即時取得ほどは保護しません即時取得ほどは保護しません即時取得はもともと取引の安全という強い趣旨があるのでまあいろんなヘリックスこねて丸いセンスもういろんなヘリックスで咲ければ。 で時効はそこまで取引の保護という要請がないのでここはもう無理これは,もうこれは推定しないとしていますでなおかつ現実問題を言うと、ねあのね、ほとんどの時効が20年コースなんですよ大体が無回数でうのは10年コースなのね大体の時効が20年コースだからそんなに、ね、不都合ないらしいんです よし。じゃあ次は消滅事項プロパー行きましょうか。110ページ、111ページ。110ページ、消滅事項にかからない権利4足。消滅事項にかからない権利4足。やってみてください。よーい、スタート。 けたかなよしじゃあそこまでえっと右のページいきましょう正面事故にかからない権利右の表ねまずは一所有権ですあの実家に帰りましたら小学生の時に遊んでいたモンチッチの人形が出てきたんですよもう30年近く遊んでないんです私の所有権はどうなってるんでしょうか 勝手にしろと。<laughs> 所有権は消えない権利なんです。そう、だ、なので、中の位見て。そこから生まれる権利も時効がありません。所有権は時効にならないので、所有権から生まれる権利も時効になりません。仮に時効があるとしても、所有権からバンバン生まれちゃうから、時効を考える意味がない。 所有権というところが生まれていってしまうので所有権は消えない以上生まれるもんずっと出ちゃうとでちょっと面倒なのが上の表の丸五番ですで中の2と中の3があってまず中の3を見て。 債権または所有権以外の財産権は20年行使しないときは消滅する例えば地上権とかはね20年で消えるんです20年で消えるんですで収納2問題が定当権なんですでちょっとこれ先に版書を見てからこのページに見ようと思います 万象の四ページ、上から二つ目。万象の四ページ、上から二つ目、をお願いします。ちょっとこの辺、一緒に画面の方を見てやってもらっていい。で、別に重要ってわけじゃないからね。 抵当権が消える、時効で消えるという時に考える事項は2つあります。債権が時効で消えて、抵当が消えるっていうパターンと、抵当だけ時効にかかる。抵当だけ時効にかかるというパターンです。ちょっと待ちましょうか。 債権、抵当権ね。債権、抵当権って、債権が時効になって抵当が消えるというパターンと、抵当だけ独自に消えるパターンです。じゃあまず債権から見ようか。これが左側の表。時効期間5または10。期算点省略。で、これは丸々。誰でも主張できます。関係者であれば主張できます。一方、横。抵当自体の時効。 これ、実行期間は20年です。さっき言ったようにね、あの、所有権、債権または所有権以外は20です。債権または所有権以外は20で、次、起算点。不履行時からなんです。あの、無理に調べなくていいんですけどね、民事執行の競売の要件が、債務不履行履行したが要件なんですよ。競売の要件、履行したが要件なんです。逆に言うと、履行地帯になれば、抵当実行ができるんです。 やったことありませんあの弁済期たって20年経っている使う気がない単独抹消をするってやつ弁済期の時点で抵当が実行できるでも使わない使う気がないんだなっていう評価なんですでこの時効は第三取得者は問題なく言えるんですですから下から2人目二つ目誰 こう思って、債務があるのに抵当だけ消滅。債務があるのに抵当だけの消滅は認めない。もうちょっと言いましょうか。払うべき人間が、払うべき人間が、債務はあるのに抵当だけ消せと。払うべき人間が、債務はあるのに抵当だけ消せ。それは卑怯です。 お金を借りた債務者が債務は残ってるにもかかわらず抵当だけを消してくれというのはそれは卑怯だと。ですからこの論法で言えば。 債務を時効で消滅するっていうのを主張は別に問題ないからね。債務がなくなるんだから抵当もなくなるっていう主張は別に債務者が言っていいんですよ。債務が残っているのに抵当だけを時効、時効主張するってのはダメなんだってことね。これちょっと中の2から読んでやってください。また4番の問題も 確認してみやって設定者も債務者と同じグループね設定者も債務者と同じグループね上から2行目にね「非担保債権が消滅事項にかからなくてもと」と非担保債権が消滅事項にかからなくてもと書いてあるのね非担保債権が残っていてもってことなのね じゃ、あこれぐらいにいたしましょうか。じゃ、あ続いては百十二百十三。ちょっと長いんですが、いきましょうか。百十二十足です。百十二十足です。用意。スタート。 では、これぐらいにしましょうかちょっと早かったかな、えっと、まずは位置づけからいきましょう111ページの方ですが、えー、証明事項の起算点という表があります、えー、主観的起算点、客観的起算点とあります客観的起算点の方権利行使ができるそこからもう10年時効で消えるよと権利行使ができるのに使わないそれは眠っていると評価します 一方上、権利行使ができることを知ったとき、しかもそれ分かっていた場合はより眠ってます。権利行使ができるって時点で眠っている。それが分かってたらより深く眠ってますので、これは5年と短くします。で、この上の5年は29年改正できた制度で、まだまだ判例がありません。一方下は29年改正より前からあるので、 いいっぱい判例がありますなんでこの下の方をメインに学習しましょう権利行使ができるとき棋算って意識ね権利行使ができるときページめくって113ページの表を見ていきましょう横に見ていきます123でま,までまとめましょう1234でまとめましょう1234でまとめましょう 弁済機があったらいつから権利行使できる弁済機来るまで無理ですよねこれが一と二。どうぞ。弁済機来るまで権利行使できないでしょあの、この話と相手がいつから地帯になるかは別です。相手がいつから地帯になるかは別の話です。じゃあ逆に、弁済機があると権利行使できないんだったら弁済機なかったら これいつでも権利行使できるよね。これが三番。弁済費がなければ、いつも使えるでしょこれが三番。で、危なかったりで、ね、三の例外が四です。弁済費がない借金。なんで人間金借りるかって言ったら、まあ、いろんな理由がありますけど、結局絶対使ってるんですよ。 集めるまでは、向こうが集めるまで権利行使事実上無理です。向こうが集めるまでは、権利行使は事実上無理。だから、相当期間経過が要求される。相当期間経過が要求される。集まるまで無理。集まるまで権利行使は無理。 で5番「停止条件付き債権」何でもいい停止条件何でもいいからぐ人で言って今すぐ権利行使できるできないねってことで見てやって「条件成就しないと権利行使できないよね」と権利行使できるときっていう観点ね権利行使はいつからできるかってことね権利行使はいつからできるかって観点ね で、次、6と7をやるけど、先に言う、6は例外だ。6と7はやるけど、6は意識して覚える。6と7はやるけど、7はつあ、想像通り。6を意識してほしい。表の下にちょっと絵を入れましたので、画面を使っていきますが、え場所分かれば結構です。6、7の絵ね。A から B に引き渡し再建。 H 平平成成と思ってください平成20が弁債金そう思ってくださいでねちょっとこれ画面の方一番右画面でもいい一番右見て一番右 A から B 引き渡し債権があって25年に解除をしましたすると下原状回復請求権って発生します払ったものを返せ利息つけて返せという権利渡したものを返せ 利息使用利益をつけて返すという権利です。これは、解除で生まれる権利。解除で生まれる権利です。解除で生まれる権利。じゃあ、いつから使えるようになるか、7番見てやって。解除で生まれる権利だから、解除でやっと使えるなんでしょう解除する前は使えようがないよね。 だからこれは今までのすんなり今まで通りかまれないのねで真ん中が厄介いくぞ A から B 弁済期平成20で21年に債務不履行をしでかして損害賠償に硬い言葉を言うと転嫁損害賠償に転嫁したんです 今点火っていうかメモしたかねてんね平成21年に債務不履行になった平成21年に損害賠償債権になったんですじゃあこれっていつから権利行使ができるのとこれ21年って言いたくなるの答え見て丸六番 本来の債権の履行を請求できるときと本来の債権を請求できる時ときと。というのがねこれがポイントでさっき書いたんだけどね「転嫁化けた」ってことつまり繰り返すよ繰り返すよこの損害賠償債権はこの時ボンって生まれたんじゃなくて上の債権がチェンジした。 上の債権がチェンジして生まれたん、チェンジしただけなんですよ。時効カウントは上の債権で考えます。時効カウントは上の債権で考えます。新しく生まれたじゃなくて元の債権が変わったと。新しく生まれたじゃなくて元の債権が変わったと。だから元の債権基準で処理です。元の債権基準で処理します。 元の債権基準に処理する現状回復請求権は解除で生まれる損害賠償請求権は元の債権がチェンジしただけはいじゃあ次はえっ、ー、とね、ま、上の方の丸八番なんですで下の方にちょっと絵を入れました でこれね理屈は通るからそんなに難しくない理屈は通るから行よ帰宅者受記者これ帰宅契約ね左の帰宅者ってのを預ける人右の受記者ってのを預かる方です平成20年に契約して平成40年まで預かってくれとそんな内容でした内容でした右を見てください帰宅者から受記者に返還請求権が生まれます左が預けた方ね右預かった方ね 一応常識で言っていいあのペット屋さんにね来週月曜まで預かってくれって言ってあじま、来週のね金曜まで預かってくれって今日預けたの明日行ったらだめ明日ペット屋に行ってワンちゃん返して行ったらだめよ来週の金曜までよととは言われないよね下の条文見て662いつでも返還の請求ができますいつでも ってことで筋を通すとこうなるというのを聞いてください。権利行使はいつからできるじゃあいきますよ。あじゃあすいません、これ20年預かってもらっていいですか。あわかりました、20年間預かりますね。はい、お願いします、20年後来ますんで。はい、わかりました。20年後。すいません、あの返還請求お願いします。あ甘いな、時効だ。何事時効って意味がないいのかね、どういうことお前はいつからその権利は使えた 平成20です権利行使できる時から10年な平成20から10年だからとっくに消えてるんだよどう考えてもこの結論はおかしいですこれがまかり通ったら10年以上預けるやつは出なくなりますこれがまかり通ったら10年以上預けるやつが出なくなります表の丸八番横見てください 特に三段目から。帰宅期間の3目があるときは、その期間満了時からカウントスタート。満了時からカウントスタートと。これはぜひ覚えてね。今の基準じゃ、今の基準じゃ切れないからね。権利行使ができるときってしちゃうと切れないから。権利行使ができるときじゃ切れないから、これ。 で10番、供託金取り戻し請求権、取り戻し、債務者側の方ね取り戻し債務者側の方ね、でこれは供託法で説明しますので、まあ、無理っくり今やらなくてもいいかなと思うんですが、横、供託者が面積の効果を受ける必要が消滅するとき、面積の効果っていうのはね、供託の効果と思って、供託の効果と思って。 あの弁済供託で債務者が供託すれば債務は消えます債務者が取り戻し請求をするとは普通思えませんそれある意味あの「供託しました」「やっと債務から解放された」「取り戻したら債務戻っちゃう」普通取り戻し請求権って債務者使わないんですよもう一回ね 共託をする。債務がなくなる。普通取り戻しなんかしちゃったらまた債務復活しちゃうから。普通しないんです。もう一回ね。えっと、平成20に共託をする。債務がなくなる。もう取り戻すなんかしない。21年取り戻さない。22年取り戻さない。23、24、25、26。平成30。向こうが還付してこない。 平成30、向こうが還付してこない。伝わってきたかなこの平成30になると、教託に頼らず消せないか平成30になると、教託に頼らずに消せるんだ。取り戻すでしょ請求来るでしょ自己提案の。これが、この10番の意味なの。 供託の効果を受ける必要が消滅する。だからこう思って、元の債権の時効、元の債権の時効が完成したとき、元の債権の時効が完成したとき、と思って、丸十番、元の債権の時効が完成したとき、と思ってください。 ちょっとこのところまだ教卓を覚えてないよという方は、ね、きつかったかもしれません。ちょっとこれまだ後回してもかまいません。あの一応ね、左の何番だっけ ?10 番の問題、確認しちゃって。はい、ありがとうございます。じゃあ、114、115の方に行ってください。 でここね115の絵だけど下3つと上2つでグルーピングして下3つと上2つでグルーピングしてでねまず下3つからいく下3つ下3つの感覚ねいつから権利が生まれるかいつから権利が生まれるか見てやってまず一番下の絵を見て無断天体無断天体の解除権っていつ生まれる A を見ててやって賃貸賃借賃借からした無断転貸転借の横これはポイントこれ使用なんです使ってやっと左上丸三解除権が生まれるんです使って解除権が生まれるんですなんで右見てやってん 使って解除権が生まれる。だからそこから進行しますよと。ちょっとこれ画面の方に条文入れときました。612条の2項。612条の2項。これ画面に入れました。画面に出してます。見てやってください。賃借人が全項の規定に違反し、第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は契約の解除をすることができると。 使用収益をさせて解除だからね。貸すだけだと解除にならないからね。612条の2項になります。下から2つ目。債権者、債務者。債務者の下、債務不履行する。すると債権者、解除権を持つ。右見てください。 債務不行による解除権のの事項の起算点これは債務不履行の時だよと次の下から3つ目の A 債権者主債務者保証人丸に「事己求償権」ってありますね事後求償この事己求償っていうのは払ったから求償してくれ払ったから求償してくれって権利ですもう答えばらしてんだけどいつ生まれるの 払ったから給償してくれたから払ってからですよね上の段見てください一方下の段委託を受けた保証人が事前給償権を取得した後に取得した自己給償権の消滅事項の起算点これ変わりません面積交渉した時ですもしそのあたり知識弱い方は今無理しないでください 今メモだけにしときましょう。事前求償と事後求償は別々の権利です。事前求償権と事後求償権は全く別の権利です。それぐらいのメモで終わりにしときましょう。 では、上二つを説明します。で、上二つの感覚は。え、今権利行使できるの、それ。え、今本当それできるの。あの、権利行使ができなければ、カウント始まりません。本当に今権利行使できるのと。まあ、ちょっと一個やろうか。あのね、上から二段目が一番いい。A. がいて B. 債権弁債期到来。で、A. の下、非補佐人。 横の論点、横の論点を見ますと、弁済機は到来しているが、非補佐人が訴え提起につき、補佐人の同意が得られない場合、証明事故は進行するかと。非補佐は、制限訴訟能力です。同意があれば訴訟できます。同意があれば訴訟できます。同意があれば権利行使ができるんです。 同意があれば権利行使ができるんです。同意がなかったら権利行使できないんじゃないのと。同意があれば権利行使ができる。同意がなければ権利行使はできないんじゃないのと。繰り返してね、おちを言うからね。同意があれば権利行使ができる。じゃあ、同意がなかったら権利行使できないんじゃないかと。 同意に変わる許可がある。同意に変わる許可をもらえば、権利行使はできる。だから、残念ながら、自己は進行します。補佐人の同意がないからといって、権利行使ができないじゃない。補佐人の同意がないからといって、権利行使ができないじゃない。権利行使はできるから、自己カウントは進行します。 繰り返しますね。え、これは、権利行使ができないんだから、自己カウントを進めちゃいけないんじゃないかと、っていった議論なんです。同意がないから、権利行使できないんじゃないかと、って思うところですが、いやいや、同意なくても、同意に変わる許可があれば、権利行使できるでしょ、と。同意に変わる許可があれば、権利行使ができるでしょ、と。 もう一回言ってから先きますねえ論点は権利行使ができないんだったら進行しないんじゃないのと同意がなければ権利行使できないんだから進行しないんじゃないのといやいや同意に代わる許可をもらえばできるんだから進行しますよと一番上 A 代金債権弁債期到来同時履行の抗弁権論点同時履行の抗弁が付着している債権を弁債期到来すると で進行するか、ちょっと聞いててください、こっちがあの A だとしましょうか、権利行使をしたいんですよ、あ払えよ、え渡さんと払わんぞ、私、権利行使できないですよ、どうすればいいと思います、お金、ね、払えよ、え渡さんと払わん、聞いてください、これ、請求できません、私、全く請求しようがないんでしょうか。 渡せよ。うん。あの、あんたが渡せば請求できますよね。なので、結論、進行するんです。これ、自分の債務を履行すれば、請求できるんです。自分の債務を請求すれば、え、履行すれば、請求できるんです。これ、固い言葉で言うとね、上2つっていうのは、障害にならないと。同時履行は、時効の障害にならない。 同時履行は時効の障害にならない。補佐人の同意は時効の障害にならない。繰り返しません。同時履行は時効の信仰の障害にならない。同時履行は時効の信仰の障害にならない。補佐人の同意は時効の信仰の障害にならないと。同時履行は自分が履行すりゃいいんだろうと。補佐人の同意は許可をもらえばいいんだろうと。 信仰の邪魔にはならないよと左の1番の問題もしくは2番の問題見てやってください。 はい長かったんですが以上で時効部分はおしまいいたしますご存知だと思いますが時効はほぼ毎年1問出るとこです1問出るとこです是非繰り返し演習をしていってくださいでは116ページからは物件を見ていきます では、ちょっと物件のね、一番初め、一物一見主義からやっていきましょうか。一物一見主義、六足、やってみてください。六足、用意、スタート。 よしじゃあ切りましょうか一物一権主義、どんな話かちょっと基本的なところですがやらせてください板書の4ページ下の方を見てくださいちょっとくだらないんですがお,きお付き合いいくださいよく一物一権主義というのは一つの物に一つの権利一つの物に一つの権利という言い方をすると思うんです一個の自転車に一個の所有権。え 後,ろの車後輪だけ1個の所有権はダメと。物の一部に所有権はダメ。というふうに聞くと思うんです。もちろん嘘ではありませんが、受験では全くそれじゃ役に立ちません。一物一見主義はこう使います。いくよ。見ててね。買うなら1個まとめて買え。担保をつけるなら1個にまとめて担保をつけろ。角度変えて言うと。 後輪だけ買うんじゃない。ハンドルだけに担保源をつけるんじゃない。後輪だけ一部だけ買うんじゃない。一部だけに担保をつけるんじゃない。これが受験で出る使い方になります。何を言ってるかと。そしてそれが例外につながってきます。悪いんだけどさ、お前の自転車、後輪売ってくれる後輪おいおいよいよ。 うん、ありがとうガチガチダメ外さないで外すとディティールがなくなるのごめん意味わかんないだからその車輪がついてる状態でこの後輪だけ打ってだもう一回外さないで外さないでその,のまま後輪だけ打ってそんなやつはいないんです 社会的必要性がない。社会的必要性がない。こんなことをやる奴はいないだろう。やる奴やはいないだろう。やる奴やはいないだろう。お聞きしたいことがある。行くぞ。と、広大な土地がある。右の上の部分だけ買いたいんだけど、社会的必要性というか、あり得る話ですよね。だから土地ならありなんです。土地ならありなんです。 一応聞いていいお前んちの階段売ってくんねおいよ、階段な。だね、外さないで、外さないで、階段外さないで、お前んちの階段だけ売っていい。だからそんな奴はいないんだよ土地ならあり得るけど、建物は普通あり得ない。区分建物があり得ます。そういうヘリクスはいらない とこ一応ねその例外一応、ね、区分建物は一応建て前、一応そうなってますけどね、一応、えー、と受験的な知識は土地ならありえるけど建物はないよってことね。じゃあもう一個聞いていいあのね、立ち木。あのと、植林、木、考えて、木。あの、ちょっと前提知識ね。あの土地の上にペンペングサが入った場合は、 んん草は土地の一部です土地の上に木が生えている場合は木は土地の一部です木は土地の一部ですじゃあね切らずに木だけ買いたいってい需要はあるかないかありますもっと言っていい木があってみかんがなってるまだあのまだ緑 もがずにみかんだけ買いたいたあり得るよね切っちゃうとこれ静粛あのあの保存が難しくなるし成長しなくなる。ってことで立ち木などはありえるよねありえるよね社会的必要性なんですよそんなことをやる必要があるかどうかなんですね。 でね、ただ問題は陶器なんですちょっと一番上から土地のところから見てやって一筆の土地の一部にを実行取得できる一筆の土地の一部の物件が成立する第三者に対抗するには分筆と移転登記がいる登記簿を分けないと移転登記ができない 一部を売るのはどうぞご自由に。一部を売ることは構いません。ですが、対抗するには別データ、登記棒別データのものを作んないと移転登記ができないと。一部分のものについて別データ化して、そこに移転登記をしなさいと。だから、一部を売り替えするのはいいんですよ。一部の売り替えはできるけど、対抗させるには、 今の等規模データとは別の等規模データを分泌で作って移転登記と。で、一つだけ、一つだけ分泌しなくてもできるものがあります。それが丸三番です。ちょっと怖いからもう一回言っていいかな。ちょっとごめんね、画面用意しなかった。ごめん。 土地があってここだけに地上権を設定したい場合登記はどうするの地上なだからね地上権ねこれは斜線部分だけ分泌登記をした上で地上権設定登記ね一方 上だけに知恵権を指した場合これ人通すのに知恵権を設定しただけでね分泌登記ってちょっとやりすぎじゃない通行させるためだけやったらねはいじゃあ分泌投棄しましょうじゃあ土地隠しをさにていきましょうかとちょっとそれはそれはやりすぎじゃないのと大体いい予想ついたでしょ じゃ、あこれって登記簿上、どこ通ってるかってわかるの。地役権は範囲が登記事項。地役権は範囲が登記事項です。ということで、まずは、分筆登記はやりすぎ。え、登記事項範囲でわかる。登記事項範囲でわかるってことね。分筆登記はやりすぎ。え、登記事項範囲でわかるってことね。 分泌はやりすぎ登記事項でわかるだろうと、はい、じゃあ今度はね、えっと、また板椒、えっと、の方一番下をちょっと使わしてください。 えっとね、ちょっとこれ誤解招くのでバッテンしでえっとい、ね、てこちらの右の所有権の方はちょっとバッテンにしいてすいませんちょっと誤解をすごい招いちゃうんで申し訳ない左だけにしといて左だけ左だけ担保をつけるなら仏一個一個に担保をつけろ担保をつけるなら仏一個一個に担保をつけろまとめてつけるのは基本だめだとだけど例外を皆さん勉強してます 教材の方の集合物の横、例外の1と2を見てください。 よろしいでしょうか。この工場定等とか集合上担保というのは、これ、まとまった物に担保をつけるという例外的なものになってます集合上担保はまた後に説明しましょうでは次は説明中心にいかせてください118、119、119 11の方を見ていきます。 物件的返還請求権の要件と相手方。一番上の三つ。物件的返還請求、あ、物件的請求権の三つ。返還請求、妨害排除請求、妨害予防請求。まあ、あの、全部が全部覚える必要ありません。返還請求をしっかり押さえておださいです。返還請求の方ね。どういう状態で。え、他人が占有侵奪によって物件をえ妨害している。誰が、占有を失った物件者が、誰に対し、 占有権限を有しないに占有している人。この占有している人に返せというのね。占有している人に返せというのね。10番の問題読んでみて。 あの、この C は占有者でしょうかあの、中に入ってね、アルバイトでお掃除している人がね、なぜ訴訟に巻き込まれなきゃいけないんでしょうかこれ占有者ではないよね。C は占有者じゃないね。よろしいでしょうか右のページのね、下の方の表にも入れたんですよ。右のページのね、下の方の表。下から2段目の方かな家屋の明け渡し請求。 他人の使用人として家屋に居住するに過ぎないもの可否は罰、占有者じゃないよと。はい。じゃあ、上の表に戻ります。 物件的返還請求、一番下、相手の濃い過失、不要、相手の濃い過失はいらないよと、故意があろうが、過失がなかろうが、使えますよと、じゃ仮にこれがいるとなったらどうなるかと、うん、例えば皆さんが一軒家に住んでまして、あのー、こう下着をこう干してましたら、下着がパーって飛んでって、隣の根元さん家に行っちゃいました。 すみませんあの、下着を返してください。これか。俺には何の落ちでもない。よってお前の下着は返さない。いやー、キモい <laughs> え。ちなみに、ちなみに、あの、これ、こちらが私が下着をわざと盗んだ場合は、向こうは返還請求ともう一個できます。不法行為ね。単純に不法行為です。 っていうことこで濃い過失がなくても返還請求はできる濃い過失があると損害賠償まで可能です濃い過失がなくても返還、えー、請求はできる濃い過失があると損害賠償まで可能です占有回収の訴え占有回収の訴えなんか似たような論点がありますよねなんで物件的返還請求だけだったら濃い過失はいらないってことねそこ後に使いますんで意識しておきましょう 一応左の1番の問題確認してください。 はいよろしいでしょうかじゃあページの方は今度は120121120121120 12 120 12 120ページ物件的請求権の相手方物件的請求権の相手方こちら4足やってみてください用意スタート はい、ではちょっとこれぐらいにして、右の121の表を見ていきましょう。今、土地が B の所有ですで。なぜか A が占有してます、しかも家を建ててまで占有してます。で、この A が家を C に売ってしまってるんです。右の方を見てください、これは土地の建物の登記簿です。 今ここで B は、物件的請求をしたいんです。じゃあ、誰に物件的請求をすればいいのかと。状況と横、見ていきます。右にンと言いきます右に、ね。A が C に建物を譲渡した場合、登記名義はいまだ A 名義、これ、物件的請求の相手は所有者の C であるべきなんです。ただ、登記名義を持っている A にもできるとしています。 まずなぜこれが必要かを言います。所有者に対してすべきなのはわかるんです。ですが、所有者は目で見てわかりません。所有者は目で見てわかりません。一方、登記は目で見ればわかります。登記は目で見ればわかります。必要性としては、 所有者は目で見えない登記名義を持っている人は目で見えるこれが必要性ですでただこれもし A に行ったら多分 A は反論してきますちょっと待とうかな 板書、ね、の5ページ一番上を見てほしいんです今登記名義は A だからね今登記名義は A だからねいくよ B から A 建物を壊して土地返せと言ったら多分 A は言い返す自分は所有者だったけど今は違うから俺に言うなよと自分は所有者だったけど今は違うから俺に言うなよ って言いたいんだけどこの下線の主張ができないんですなぜか177条なんですちょっと画面の方をね出すと不動産に関する物件の特徴及び変更は不動産統計を損段登記に関する法律のために従い登記しなければ第三者に対抗できない画面見てやってください ちょっとアップさせようか特捜の層特捜の層失うです普段ね、ね177条って権利を手に入れたら登記者に対抗できない権利を手に入れたら登記者に対抗できないって思ってるはずです実はこの条文には特捜の層って字があります所有権を失ったことも 登記しないと言えないいとえんです所有権を失ったことも登記しないといえないんです、まあ、ここに限らず言えばあの登記名義ある限りり、ね、不動産売っても固定資産税は毎年来ます登記名義がある限りは来ちゃいます所有権を失ったっていうのも登記しないといえないんです でね、なんでこの理屈を言ったかっていうとこの話ってそもそも自分は所有者だったけどっていうのは前提なんです下を見て A を相手にできない場合レジメの方ね続き A を相手にできない場合1個目のポチ登記名義は有していても所有権を取得したことがない所有権を取得したことがない これは今のこの板書の理屈はもう通りません。持ってたけど失ったっていうのが今の論法だから。もともと持ってなければ、この論法通じません。 はいで次のポチ、ちょっとこれ、最近出ちゃいましたから、覚えましょう、ちょっと読み上げますね、建物所有者が当該建物を未登記のまま第三者に譲渡した後に、処分禁止仮処分の申請に基づいて、裁判所機関登記嘱託による譲渡人名義の保存登記がされた場合、これ、職権保存登記です。 多分食権保存って、あの表題で止まっていて差し押さえが来る場合と覚えてるかもしれませんが厳密に言うと、表題部で止まっていて処分制限があればされるんです、処分制限仮処分でも食権保存ってされるんですよ。 実は、ね、この当時食券保存が入った場合 A には知る手段がないんです A はしそれを知る手段はないんですなのでこれ A が, A が知らないのに A を巻き込むのはかわいそうだと A が気づいてないのに巻き込むのはかわいそうだとそういった理由と思ってください A は気づいてないよう、ね、に A を巻き込むのはかわいそうだと。ということでぜひ、ね、ここまでこの、ね、4番の問題37の「い」ここまでぜひ押さえておいてください。 直権保存と気づいてない、巻き込むのはかわいそうだという理屈です。はい以上で、この物件的請求関係、ここまでにいたします。 えっとここからえっとお願いというかページ122ページ以降いろいろとお願いがあります。で122からはいわゆる物けえっと170ナー関係の話になります。でまずこのページに、ね、あ本当メモで行からねえこのページの一番下工事の原則工事の原則というのがあります。でこれはちょっとやるかどうかお任せします。もう今推論でしか出せないところなので。 推論もう全くいらないよと思っている方、私もそうなんですけどね、あのこちらの方は無理にやる必要ありません。工事の原則、工事の原則。はい。なんで、右のね表を軽く見て、あ、こんなのあったなというのがもし確認できれば、それぐらいにしといてください。124ページから129まで、いわゆる177条の処理になるんですが、まあ、これはご自身の方で、 これは十分できると思いますのであのもし間違えるのがあればね、一応右のルールで確認するぐらいにしておきましょうであのもしよろしければね、この124から127に限らずね、あの事例問題関係はあの、ね、この横あたりにね、横あたりに ABC とか権利関係の図を一回作っておくとね、2回目、3回目、解くの楽になると思うんですよ。 特に177条のところはねもしよければ権利関係の図をちょっと作ってみてください。でちょっとすいません、ここをやらせてほしいんです。130、131。ちょっと今日はここの辺りまではやらせてください。申し訳ないです ととと他のの権利の奇数というところです図を見てください A が土地を持ってまして10ないし20たって占有して上 B が実行取得しましたでその下実はこれ登記する前に C に抵当が設定されまして対抗関係になったんですでその後に右 C が登記したから C の勝ちになりました ただ負けてもそこから時効ができますね。負けてもそこから時効ができます。負けた時を起算点として10ないし20立てば時効取得ができますね。まずこれが基本論点です。で、一1個だけ基本論点のところ言わして。本来時効の起算点は占有開始日なんです。 本来時効の起算点は占有開始日なんだけど対抗関係で負けた場合この事例時効完成後の第三者で負けた例は負けてから10です負けてから起算します時効完成後の第三者で負けた事例これに関しては起算点は負けた時からですちょっと変なこと言っちゃおうか あのもしこれ原則通りにすると、負けました、でも住んでからもう10年経っているから、自己完成です、いやそれはひどいよ、これで選友初めから起算したら、これはひどいよ、だこれは例外的に、これは負けてから20、20ってことね。で、これと比較して、いつ出てもおかしくないのが、次の図なんです。 A がいて、10ないし20占有して、上の B が自己取得しました。下。C が定等権を取得して、下、定等権を登記しました。負けたのね。で、次がポイント。上の B って上の B。B が実はここで沿用しちゃったんです。実は上、沿用しないんですよ。で、ここで B が沿用して登記までしちゃったんです。 するとね負けてから10年経っても自己取得ができませんなぜかもう他人の仏じゃないんですこれ援用しちゃってるからこれ B の仏になっているのでもう他人の仏ではなくなってるんです なので、負けてからもう10年経ったとしても、遠用はもうできません。で、これ、投機的に考えても当たり前です。あの、A から B に移転投機が入って、また時効しましたと。何の投機する、これ。移転。いや、だから、わかりますよ。A から B 名義になっていて、A から B 名義になっていて、もう一回時効ってやばいね。もう一回移転って言っても、だってもう B 名義なんだもん。これ、投機的にももうこれ何もできないんですよね。 はいってこことなんでこれ上と下の事例の違いは、遠用しているかどうか、遠用しているかどうかってことね。はいじゃあ、今度ね、次の四角枠があるんだけど、その次の四角の枠の前に、ね、ごめんね、その下のね。 四角枠からって、4行、ちょっと、えー、文章があると思うんです。ちょっとごめんなさい、これ、番書の方に事例化しました。すいません。5ページをちょっと見てください。5ページの真ん中あたりです。番書の5ページ、真ん中あたりね。で、まずちょっと頭、頭一回飛ばして、えっ、ー、とね、時効関係ない、二重乗度事案だと思って、時効関係なく二重乗度事案と思って始め。いきますよ。 A がいて、B に売って渡しました。B に売って渡しました。その後、G 被ってごめんなさい。C に売って、C が先登記しちゃったんです。これでも、占有から10年経っていれば、B が所有権を自公取得できます。B が所有権を自公取得できます。 一応、所有権の流れは、所有権の流れは、A から C、C から B、A から C、C から B ね。で、多分、この論点で皆さんね、この場合、B は登記なくして C に対抗できる。っていう話で聞くはずなんですよ。物件運動の当事者だから、物件動の当事者だから、B は登記なくして C に対抗できる。 で、これに似たものを出したんです。で、もう一回言いますね。この事案は、えっと、対抗関係で負けた、負けた側が時効するという話ね。よし、じゃあ戻るよ。131の一番下。A がいて、B が鎮釈権を打つ、投棄してない。 その後、抵当権を誰かが打って投機する。対抗関係で、賃借負けたのね。対抗関係で、賃借負けたのね。でも、頑張って占有して、10年経ったんです。さっきの結論は、 後のしたた人が全面的に勝ったね今度はどうなるか下文章123下2行読んでください123と2行ねこれちょっと版書でも見るんだけどこう思って。 これね、賃借権の実行取得は認めるんだけど、抵当の後に賃借権を取得したと。抵当の後に賃借権を取得したに過ぎない。これが判例の言い分なんです。ちょっと読もうか。版書の続き読んでもらえる理由。B は抵当の土地を賃借した権利を実行した、実行取得したに過ぎず、これにより抵当が影響を受けることはない。 抵当付きの物件を借りたいに過ぎないちょっと早いかなその上で言っていいかな「抵当が上賃借が下抵当使ったら賃借は抵当が上賃借が下抵当使ったら賃借はなくなるね」この人は抵当付きのものを賃借したに過ぎないんだとだから抵当実行された場合消されますよと。 で、実はこの判例細かく読むとね、細かく読むと、先ほどこの板書の上でやった、あの、所有権所有権のケースと何が違うんだと。っていうことで相当争いになって、え、それについても一言入ってるんです。上記事例との違いとかね。不動産の取得の登記をした場合ものと、上記登記後の当該不動産の実行取得に関する期間、占有継続したものとの間に、愛入れない権利の特奏。愛入れない権利の特奏。 に関わるものなり、そのような関係ない、抵当と賃借の間の関係に関わる本件とは、事案をことにする。両立できない権利の特創が今の番書ね。この番書の話ね。で、レジュメの方の抵当と賃借が両立できるんですよ。両立できない関係の対抗関係の処理と、今回は両立できるものだから、これは事案が違うんだと。 両立できるものとできないもので事案が違うんだと。はい、ということで今日はここまでにいたします。今日はは復習はまで 初めから131まで触れた触れないかかわらず読み、えー、解くようにしてくださいちょっと改めてまた番書の2ページの方をいかせてください申し訳ありませんちょっと今後の講義毎回多分10分ちょっとはちょっと伸びます申し訳ございませんえー、っこい二のね復習ってところです進んだページまで解く次の講義までもう1回か2回を解くできれば右の図表を暗記する 間違えた問題を色をつけると。括弧三、3。これらの学習3本の柱。民法、TG、ターゲットのテキスト。そして会社法。これ毎週平日に行います。え、これでえターゲットのテキストを使ってやりましょう。そしてもう1個。記述講座があります。その下、1年間の学習。12月まで、拓一ターゲットの講義を受けててください。で、その下、ここで1回転しましょう。 で,できれば弱い科目は2回転を目指してくださいで12月以降実力要請編を受けてそれに予習の時に合わせてターゲットをやってくださいでそこで1回転から2回転やってくださいで最後ファイナル編模試の段階3月になったらそのタイミングでまたターゲットを1から2できれば2から3はやってほしいところになりますそしてプラス 過去問一回しと書きました。下の方に米印入れました。直前期まで過去問に触れる必要はありません。やってほしいものは全部抜粋してます。ただ、直前期だけ一回だけに過去問を解いてほしいんです。理由はその時に言います。で、その時にどの年度のものをどれぐらいやればいいのかっていうのが言いますので、その直前期になるまでは全く触れなくて構いません。ただ、 もちろんね、この卓越ターゲットの講座を受けてて、問題解いてね、左を解いてて間違いだと。で、過去問番号がついてると。うん、右も表があるけど、ちょっと解説読みたいなと。って思ったら、それは解説ね、過去問集から解説を見るってのはもちろんありです。積極的に解くっていう必要はないです。次の時系列見てください。これが期日です。10月、えっと、えっと、ある段階から8月半ばぐらいかな。 記述の解き方、マスター講座というのが始まります。これは、不動産10問、商業10問解きながら、不動産10問、商業10問問題解きながら、知識、解き方、ひな型を確認していきます。知識、解き方、ひな型を確認していきます。そして、10月の半ば、下を行ってください。品質論点記述編。 全く同じレベルのものを演習していきます。まあ、手の内ばらしますと、この品質論点記述編の過去のものを10問使って上でやります。で、同じレベルのものを10月ぐらいからやって、本当に身についたかをやっていきます。問題全く違いますかね問題全く違いますかねもちろんね。で、12月から実力要請を使って、ちょっとやや難易度が高いもの。3月以降からファイナル編を使って、もっと難易度が高いもの。 をやっていくという感じになります。とにかく演習をしていくっていうのが、え、こちらの技術講座になります。カッコ4。ズーム中継をします。通学の方。え、こちら、もし、休んだ場合の、家にいてね、あの、学校来れないときに、自宅で受ければはえ、次の通信発送まで2週間待つ必要ありません。自宅でも受けられます。え、3時間で講義が聞こわれるというメリットもあります。ただ、米印。 ちょっと事前版書はどうしても毎回発生します毎回どうししてもこれが発生しますので、Zoom で受けない方はご自宅で受けるとにプリントアウトをして受講の方をしてください。ちょっとまだもう一つおゃらっしたいことがありましてあの次回なんですがあのこういうものがおそらく配布されていると思うんですでちょっとこれ、教材に挟んで持ってきてください。 改正部分だけのレジュメにしているのがありますのでこれを次回あの、一緒に持ってきてください民法改正レジュメってやつがありますのでお願いいたします、えー、それとごめんなさい最後になりますがフォロー制度のご案内を最後にさせてください。 えっと、通学で聞いてらっしゃる方は、申し込む際に本も入る、えー、ものを渡してます。もし通信に聞いてる方、えっ、ー、と、民法1回目の配信以降、オンラインスタディー SP、民法1回目の版書が上がっているところの同じ場所に上がっているので、必ずこちらを見てください。えー、こちらは従来の教えてチューターという制度ではなく、講師に直接質問する制度。で、講師がある程度まとまったところで動画で質問に回答するという制度になっています。だいたい1ヶ月から2ヶ月ほど、 ヶヶ月は2ヶ月にままととめててやろうと思ってますただ、問題え、質問数が多ければ、ちょっと頻度は変わる可能性があります。で、申し訳ないんですが、その質問、すべての質問に答えるという、えー、わけには、えー、というよりも、ちょっとある程度のちょっと縛りが入ります。あの、縛りをかけないと、例えば、あの、すみません、4ページから10ページまで全部説明してくださいと。全部の問題をお願いします。というのが来たりとか、 すいません。この4ページで、もし A と B じゃなくて、X、Y、Z まで入ってきて、で、その後、A、え、ね、あの、他の人が、ネテーとテーをいっぱいつけたらどうなりますかとかね。いろんな過程をちょっいろいろ始めると、私も無理があります。なので、ちょっといろいろ縛りがありますので、ぜひこの縛りの過程の中で、え、質問してください。できるだけ多くの質問に答えたいので、ぜひ大人の対応でご質問してください。ということで、第1回目から長くなって申し訳ございません。ここまでいたしましょう。えー、本日の講義の方は以上です。お疲れ様でした。